昨日仕事が休みで釣りに行ったんだ。家の近所のいつものポイント。そうしたら消防の人がテントを張って浮き場とかゴムボートを並べていたんだけど、何かの訓練かなって思って気にしないで釣りを続けていたんだ。二日前だからそろそろ浮いてくるはずだ。流れ的にはこっちだろ。とか話してるの。なんだって思っていたら、入水自殺があって、そこをさらうからどいてくれって言ってきた。そのまま続けるわけにもいかないし、場所を移動することに。橋を渡って再会することにしたんだけど、そのポイントにはすでに学生っぽい子がいて、自分と同じような釣りべかだろうかって思っていたら、そいつ、お父さんの財布が出たって号泣しながら電話をしているんだ。あ、さっきの身内の人だと思って寒かったし、人も集まってきたし、何よりもそんな気分でもなくなったし、釣りは諦めて帰ることにしたんだ。夜彼女にその話をしてて思い出したんだけど、俺前に自殺見たことあるんだよね。高校3年生の時、飛び込み自殺。後で聞いた話によると、近くの学校の子で受験ノイローゼだったらしい。いつも通りに朝電車に乗ってぼーっとしてたら、突然ブレーキがかけられて、危ねえ、なんだって思っていたら、駅員がバケツを持って走ってくるし、電車は全然動かないし。で、ちょうど前の車両の窓際だったから、身を乗り出して見ちゃったんだよね。でも、すぐにやべ、これはシャレにならないって思って、見るのやめたんだ。トラウマにもなりそうだったし。あと、小学校6年生の時も見ちゃったんだよね。飛び降りを。うち実家がマンションなんだ。この字型で駐車場を囲んでいる感じ。学校から帰ってきて廊下を歩いていて、ふと見ると、人が駐車場に寝転んでいるんだよね。え？なんで？何してるんだろうって思ったんだけど、深く考えずに、親に、誰か駐車場に寝転んでいるけど、なんだろうって言ったら、親が見に行って、その頃には救急車や警察が来て騒ぎになってた。マンションの住人の息子さんで、ふらふらしてる人で、喧嘩して発作的に飛び降りてしまったらしい。で、今この話をしていてふと思ったんだけど、俺、6年ごとに自殺見てるんだよね。12歳と18歳と、そして24歳。6年後の30歳の時も見ちゃったりして。まさか偶然だよね。廃線の駅。その日も彼は疲れ切って帰宅途中の電車で横になり、うとうとしていた。だんだんと意識が遠のいていき、深い眠りにつく彼を起こす者はいない。そんなわけで、目を覚ました時には、列車はもう彼の最寄りの駅を通り過ぎてしまっていた。
だが折り返すにも、この時間では列車はもうない。たく、誰か起こしてくれてもいいのにな。まあ仕方がない。次で降りてタクシーを呼ぶか。そう思って、携帯を取り出して、最寄りのタクシー会社を調べる彼だが、ここでふと、車窓から見える風景がおかしなことに気がつく。それに、いつもだったら多少は混み合う列車が、不気味なほどに空いている。運転手に管を巻く、いつもの酔っ払いもおらず、やけに静かだ。何か奇妙なものを感じつつ、気のせいだろうと自分に言い聞かせる彼。そんな静かな列車に、車内アナウンスが流れる。次、阿武三田駅、停車いたします。そのアナウンスに彼は驚いた。阿武三田駅といえば、昔あった山鹿温泉鉄道の駅だ。現在は廃線になっているはず。タイムスリップか、夢でも見ているのだと彼は思って、とりあえず降りてみることにした。その駅のカレンダーは現在のもの。携帯もつながる。だが、状況が読み込めない。廃線になったはずの線路がなぜあるのか。電化されずに廃止された鉄道がなぜ電化され現代にあるのか。彼はタクシーを呼んでしばらく外を眺めていたが、そこは普段と変わらない田舎町だ。やがてタクシーが来て乗り込む。運転手も普通のおじさんだ。だが、戸惑いと不安を隠せない彼の表情を見て取った運転手が口を開く。お客さん、まさか外から来た人？じゃあその顔も無理ないですね。こっちの世界ではね、基本的なことはあまり変わらないけど、さっきの廃線になった駅も残っていたり、ちょっと違うんだよね。我々の世界とは。ああ、私も外から来たんだよ。異世界というよりは、少し分岐した平行世界ということだろうか。夢だと思いたいが、彼の意識ははっきりとしており、現実の出来事であると認識せざるを得なくなっていた。こうなっては仕方がないと、どうやったら元に戻れるか、運転手が何か知っているかもしれない、そう思って聞いてみたのだが、わからないという。だが、何かヒントがあるのではと、後日来た場所に戻ってみた。期待した変化は何も起こらない。この世界でも普通の生活は元と変わらなかったが、それでも元の生活に戻って、両親や友人の顔をもう一度見たい。その一心で彼は連日あの駅へ通った。そんなある日、あの駅に向かった彼は奇妙なものを目撃する。見たこともないような黒い雲が不気味に渦巻いていた。彼は迷わずその雲へと向かっていく。案の定土砂降りの雨に打たれるものの気に留めることもなく雲が晴れるのを待った。やがて雲が晴れ、彼はあの駅に向かった。そこには線路も何もなかった。記憶通り、廃線跡は自転車道になっていた。彼はなぜ、あの時あそこへ向かわされたのか。それから毎日毎晩考えたが、答えは出なかった。ある日、終電を逃した彼はタクシーを呼んだ。
運転手はあのおじさんだった。またお会いしましたね。あなたのおかげで私も帰ってこれました。ここで彼はある結論に至る。自分はあの世界に迷い込んだこのおじさんを連れて帰ってくるのが役目だったのではないだろうかと。そしてまたこのおじさんも誰かを、と。そんな神のいたずらに苦笑しつつ眠りにつく彼。その顔は穏やかだった。